everyone says I love you。
going to Meta what a better place to live in. You know what timing, they're just easing, enough time for that. It's supernatural. Don't believe me, you just got to feel it. You got to feel it. Here comes the game and sound. Echoing now on the ground. Thank you.
ありがとう。開演6時で6時半スタートっていうんで、リハここで音合わせやってたのが5時45分までで、みんなは出入りあるんですけど、僕ずっとここにいて、もう疲れてます。腰も痛い。だけどこの先まだまだ長いんで、皆さん盛り上がる人ガッと言ってください。まずね、この次の曲がね、マーダーバイザミュージック音楽殺人の中でやったことない曲なんですけども、オリジナルのコーラスをそのレコードでやってくれた人をまず紹介 したいと思います。バズの一人、東郷正和。正和君は あれですよね、同級生、小学校の。だから55年ぐらいの付き合い。まあね。バズの正和君とはアマチュアバンド時代も一緒にやってて、その後彼らはケントメリで大ヒットしてですね、今もずっと、この間もアルバム出したんだよね。そう、ライブやってます。もうちょっとね、実は25年ぐらいインターバルがあったんですが、最近また6、7年前からライブやってますし、僕もソロでもライブやってますし、というわけで、よろしくです。その正和がオリジナルでも参加してくれてる曲、多分これ初めてかもしれません。Do as they say, they have your name. You're in their hall, turn on the radio. Don't get yourself on the blacklist. Don't take that risk, for no one will miss a radioactivist. For you, no license, no silence. For you.For you, no license for silence.
東郷正和君でした。You can smile.
Now and then I feel I'm sinking in a stagnant pool. But even then I see a single ray of hope. There are times I feel I'm groping in the dark. But still I sense
の長年の友人でパルスのバンドメンバーでもあります、スティーブ・ジャンセン。どうも。How are you? 元気よ。 How are you? 60? It looks good, no? Just looks. Yeah. When I'm 60, yeah. You come to London, yeah. And play drums for, yeah. Me. Good. No concert. No concert, just me and you. Just you and me. Yeah. Bowling. No. And sing. And sing. Mm. Just you and me, drum and singing, bowling, maybe. スティーブとやるというと、当然この曲やるだろうなと皆さん思ってるでしょうから、やります。何年前だ ?1980… 覚えてる人 ?86 年そんなもんですね。それやります。
don't leave me. Nobody else is here. Stay close and we'll dance in the fire. No, don't leave me. Nobody else is here. Stay close and we'll dance in the fire.
ここでバンドが若干僕に近い人たちに年代がもうじゃあ今度は83年あたりから行ってみましょうかね。
First time I saw you, I knew it was going to happen.
た僕のハートどか気にしないでいてほしい。いつの日にかまた会う時も君はきっと優しく微笑む。今のが終わってみ終わりだから最初の僕のソロツアーの時のアルバムですよね。確かね82年かな。まあ皆さんそこそこのもうその当時も見ましたっていう方もいらっしゃるでしょうし、全然知らないっていう方もいらっしゃるでしょうし、どちらも仲良く楽しんでください。次は大バラードなんで聴いてみてください。越えた眼差しは夢に
か前へ触れ永遠の中の風を僕らは今を追いかけてる君はやがて気づくはず忘れかけた言葉に We are gonna pay.
What a price we cannot pay. No more silly games. No, I just don't wanna play. If we don't find a better way, what a price we cannot pay. どうもありがとう。さて、ここで一旦またメンバーが変わって、僕はそうだな、20代の前半からサディスティックミカバンドに始まり、もちろんその後 YMO があって、今でも YMO やってますけども、昨日坂本君から行けなくてごめんねってメールが入ってました。その後いろいろずっといろいろやってるんですけど、このバンドが一番中でも新しいと思います。すごく大所帯だと思ってたバンドが、はい、この中に入ると随分コンパクトな、コンパクトになりましたね。いるかみんな、いますね。じゃあ行ってみたいと思います。ピーパーです。そしてこう言っては原田知世ちゃん。Thank you.
クリスマスは長崎帰るんだよね。はい、帰ります。仕事やるんだよね。それでライブが知ってんだもん。ありました。はい、ちゃんとツイッター見て知ってるのね。ありがとうございます。わざわざ秋田さん、おめでとうございます。何がですか？もう来ていただいて本当、もう友達いなかったら男5人のおさ苦しいバンドですからね。そうですね。高野君いつの間にか復帰してんだね、それ若手に今。あ、この中間管理職的なね、どっちにも行く立場ですよね。そうかそうか。ピューパーだとだって結構バンマスっぽいもんね。そうなんですよね。2番手で、なんかピューパーって制服着るんで楽屋でいつも着替えてて、男同士みんなバイトみたいだねって言うんですよ。制服着てる時で、僕バイトって実は経験がないので、さっさと僕着ちゃうの先に。でみんな堀江君とこは焦って、バンマスが先来てっからやばいよ、みんな着ないとやばいよっつって、もう1時間ぐらい前から着替えてんだよね。とまあ、また作りましょうね、アルバムね、ぜひ。いつ死んじゃうか分かんないから早めに作んないと。まあ今日はちょっと1枚目の中の曲を、次もやりますけれども、宇宙に行っちゃったライカ犬の歌です。I want to know the
ever on this burning stage. It close up to yet. Victim of the human race. I'm here watching you. In the exon for chapter found. As the world goes around. Before it fades like a dream and fall on the ground. そもそも今回、僕がちょうど4月ぐらいからロンドンにちょっと行ってて、その時にトリビュートアルバムの話が進んでいるというのはなんとなく知ってたんですけども、ロンドンにいてこの曲が届いた時はなんかとっても嬉しくて、ピューパってクレジットしてあるんだよね、はい、でも僕いないんだよねでも嬉しかったです。ほとんど泣きそうになりましたからね。その前に堀江君も遊びに来てて、ねえねえそういう話あるけどピューパー参加してんじゃないのつって問い詰めたんですけど、口割らなくてですね、首絞めてみたんだけどやっぱ口割らなくてですね結局、音が届いて初めて分かったという、なんか涙ちょちょぎれそうになった曲ですけども、ピューパーバージョンで行ってみたいと思います。本当の君は
つも君を見てる。無邪気な笑顔が悲しいけど、人が言うほど僕は不幸じゃない。こんなに君のこと思えるから、最近の僕のエレクトロニカ系のアルバムからもちょっとやってみようと思います。結構みんな神経質になってない？なってない。ここからちょっと難しいんだよね、実は。I've seen everywhere.
I see in every sky. I'm blessed I have been. I'm just a passerby in every blue moon. I see a dream. It ends all too soon. My heart wants to follow here by the water, here by the sea. I see from above, I come home to you. Thank you.
but no one can tell the truth inside. Only your heart knows what it can do. I think of your smile, your beautiful eyes, but hidden beneath and the lies you hide. I try remembering the
Stone, beard, many white.
このバンドを人呼んでスケッチショーと言いますよね。あったね。あったねって言われてください。一応解散宣言してないですよ別に。なんかあの名前がどんどん変わってっちゃったよね。あの坂本くんが入ってから来てから変わっちゃいました、ね、いろいろ変わっちゃってで、なんか YMO ってバンドになっちゃいましたけど一時 YMO じゃなかったんですけどね。二人でやってた頃はね、うん、二人でやっててバルセロナ行って、で、そうそう、2年目のバルセロナではなんか坂本くんいましたよね、うん、そっから怪しくなってきたんだな。だんだんなんか YMO 寄りになってきて、うん、でまたしばらくやってたんですけど、細野さんがちょっとまあ5年ぐらいで勘弁してっていうから今ちょっと勘弁しといてあげてるところですけどねまあそのうちまた元気が出たら、あ、うん、やることはあるかもしれないですけど。いいよ、元気になるかな。僕より元気じゃないですかきっと。5年ぐらい元気。あと5年は元気だよ。僕そこから先知らないよ。あ、細野さん、僕はもうダメだよ大丈夫です。だってなんか噂ではすごい精力的じゃないですか。ただの噂でしょそれ
噂じゃないと思いますよ、うん、なんかやってるとかいろいろ聞きますもん。今日もやってるしね。そう、呼べば来るじゃないですか。呼ばないでよ。いや、やっぱり呼ばないわけにいかないんで、はいはい、教授は昨日メール入ってましたけどね。教授来てないもんね。いや、今回行けなくてごめんね。それで済むんだ。成功を祈ってますって。ああ、その手があったね。細野さん、どっか行かなきゃダメですよ、ライブで。あ、そっか。一応ここでやってればいいじゃないですか。そういえばそうだ、ここでやるのが一番いいわ。でしょ、うん、よかった。じゃあ次は、この曲はルポールの中の曲ですね、うんうん、細野さんと一緒にやりましたけども、かなりアコースティックにやってみたいと思います。Twinkle, twinkle, 光るスターダスト。
Thank you.
どうもありがとう。ほんの短い時間でしたけども、小島さんでした。どうもありがとうございました。スケッチショー。